51歳無職すき家師匠です。今日はねちょっと大ショックでね、2つショックあった。1つは日の出湯って新大阪坂にある駅のそばだよ。もうすぐに銭湯が明日で辞めちゃうんだって。でこれねネットで出てこないのよ。銭湯組合に入ってないからマップにも出てこない。もうたまたま偶然なんかブログに書いてるとか言ってみたけど、よかったのよ。めっちゃ良くてね、今日も行ったらなんか隣のおっちゃんが、いやいい体してますねって。いや変な意味じゃないよ、この人若いんだけどこうなってんだけど、俺結構脱ぐとこんな感じなのよ。わーとかね、褒められちゃって嬉しかったね。で話してたら明日終わりだっけ。駐車場もあって、なんと360円。本当だよ、びっくりだね。ちょっと残念やな。もう一つはね、宅配のやってるんだけど、一昨日ぐらいに結構まあね、10時ぐらいまでかかって数字上げたんだけど、これマジだと思った。昨日今日とも全然ダメ。本当にね、その時思ったな、ダメがいいんじゃなくてパニクルね。俺の欠点はねパニクル。でそのパニクルって人に左右されてる、ね、誰かが命令してるんじゃなくて、こう誰かに貸したいとか意味じゃないんだよ。なんていうか、こうみんながパパパッと荷物持って出てったりするともうパニクルで、ああ遅くなったとか、あとはこう場所が分かんなくなったらパニクルとか。ああ俺はね、結構ねブレるなって、本当ブレる。そのブレが問題でビジネス立ち上げ失敗してるんだよね。揺れるだから、その理由が分かったね。パニックってね、一喜一憂してるっていうのはこの性格から来てるな。いやー高い深いな。これもね珍しいぐらい逆上しない運転席で、ちょっとしてやろうと思って、日頃抑えるわけよ人がいたと。もうさ、バリッツを全部もう周りのせい、毎回これだろうなかなかだかなってね。すっきりしたかっていうすっきりでもないけど、でもあれはやってよかったな。今まで人のせいにしちゃいけないとか思う頭で制御してたから、もう今日はねほんと逆上したよ。もうパニックってはもうダメ、絶望感、もうダメだ、もうねやってられないよ、もう終わりだ、俺なんかダメだなんてね。そういうのあるんだよ。もうすぐちょっとしたことでね、その時俺は結果をマイナスの結果に視点がいくな。それも気づいた。はははは。その時思ったのはね、三林さんっていう引き寄せコーチっていうのが人がいるんだけど、その人は、まあ、知り合いから紹介されたけど、 YouTube でセミナーやってんだけど、その中にまあ運命を引き寄せる、いいように引き寄せるって言うんだけど、その中で両親との和解っていうコーナーがあるんだよ。これって両親と和解っていうからかっこつけてるので、親の悪いところを思いっきり上げろ、徹底的に上げろ、こんなおかげでこうなってしまったじゃないかっていうことって、これアメリカの心理学では基本なんだよね。子供の頃必ず振り返させるのよ。というのはやっぱり向こうもそうだけど日本もそうだけど、三つ子の魂っていうのがね永久に残るのよ、人の心に。60代70代80代行動全部三つ子の魂が制御してる。でその三つ子の魂から解放されるためには、親の欠点を徹底的に文句言っても大事だ。要するに親も人間だったんだなと思った瞬間から、その三つ子の魂に制御されてる自分が解放されるんだよ。で親父がねもうすぐパニックるような感じで人をもう焦らせるんだよ。ちょっと村の田舎だったんだけど、村のねお墓の祭りとかあるの。それって朝の、まあ、今ちょっと遅くなったけど、昔は6時ぐらいに集まったら、ちょっとでももうざわつけて、ああ負けた、もう終わりだ、うーちゃうわーとかって、もうお袋を脅し上げるから、お袋もこうなってるから、うちのお袋いいお袋なんだけど、もうこんなに追い詰められて、もうあれずっと見せたら嫌だなと思ったけど、もう本当に憎んでるね。だからその
親との別れで帰ったよ。お前のおかげでこんなことして帰って、俺はずっとそれでパニクる性格になってどうだろうってね。これいいよ、真面目。それって三つ子の魂から自分が解放されるんだよ。楽しくよね、お前。楽しいの仕事も、やっぱりいる人間やね。キャッキャワワワしながらで会社経営してるわけだよね。そのね、ただ俺パニクんだけど、ポジティブな部分ってなんかって言ったら、全てのことがポジティブに切り替えられちゃうんだよ。なんだ、そうそう、不思議な性格してるの。あんまり恨みもしないし、これが偉いって意味じゃなくて、こう半年か1年ぐらいに多分サラリーマンのために何かをしてると思うよ。そこはね、確信ができたらもうぶれてる。だから半年前の自分と全然違うね。運がいいですよねってよくやるんだけど、それなりの人にもよくやるんだけど、運がいいよね君はって言うんだけど、何を言ってんのかなと思ったけど、真面目に運がいいわ。うん、つまらない集団とバチッと切れて、マインドコントロールするような話をする人らばっかりだからね。昔成功しましたので、だからあんたできてないどうなのって過去と比べんでバカ野郎って感じでずっと思ったけど、なんかその後今の宅配っていうところ、もう全然関連性はないんだけど来て、これもまた、はあ、人生の土台がスイッチが変わったねって、スイッチしたねって、なんかこういう経験もあるんだろうなと思う。だん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 自分のミッションに真面目に近づいてきてる。今日もその時にここまでパニクるかっていうのを我が身で感じたらよかったね。いや今日は車の運転席でバリ雑言だよ。ちょっとトロトロ渡ってる年上なんかにもちょっとここじゃ言えないぐらいのあれよね。俺もなんか鬱陶しいやつだなと思ったよね。じゃあね。